まあ、床柱っていうのはもともと床の間に使われるもので、家の中の顔って言えるようなものだったと思うんですが、床の間っていうのはやはり家の中でゆとりが生まれる一つの空間であるというふうに思ってます。昔の住宅っていうのは家の中で人がこう集まっていろんな催しをされたっていう歴史があったわけで、人が集まられるところにはやはり集まるスペースっていうのが必要であって、その中の床の間っていうのがやはりそこをその家のメインとして顔として必ず必要なものであったので、家には必ず一本の床柱が必要であったという時代が長らく続いたわけなんですが、今いろんなこと、このコロナ禍もありますけれども、家に人を集める人が来るということ自体が少なくなってきてるし、人が来られることあんまり今いいことではないということになったりとか、いろんな催しは家以外の外で全て行うようになってきてますので、なかなかそういうふうに床の間であったりとか床柱の必要性が薄れてきてるんですよね。まあ私たちはその洋風化になってきている文化の中に取り入れられるように、これからも皆さんにアプローチをしていかなければならないので、そこの点についてはこれからも引き続き頑張っていければなというふうには考えています。例えば階段の手すりであったりとか、まあ、洗面所の近くにインテリアとして使ったりとかいう今事例もございますので、まあ、皆さんの個性に合わせた住宅の中の一つのワンポイントとして、これからも活用していただければな。いろいろなところでご活躍な、ね、されているいろんな業者さんが集まって、この余白っていうふうなテーマで集いながら、皆さんにこういろんな提案をしていけるっていうこともありますので、もう一度この余白っていうのを思い出していただいて、また生活の中に取り入れていかれば、もっともっとゆとりのある生活ができると思いますので、皆さんにもぜひともご提案していければなというふうに思います。